はい、おはようございます。アローズスクリーンのシーサです。今日は福岡市博多区にあります司月熊店さんにやってまいりました。そして今日は6月1日、6月最初の街道日記収録ということで、まあ、いいスタートを切りたいところだったんですけれども、今日は抽選の方がこちらです。61番、まあ、ちょっとスタートは出遅れてしまったかなという感じですけど、まあ6月1日61番、何かこう縁起がいい番号になればなと思います。それではシーサの街道日記第111話、よろしくお願いします。さあ行きます。おはようございます。よろしくお願いします。おはようございます。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。さあ111話、6月1日、今月最初の実戦になりますね。楽しみです。おはようございます。よろしくお願いいたします。おはようございます。おはようございます。まずは台を抑えないと、キャプテンパルサーはいける。いけない。いけた。失礼します。さあ始まりました111番。今日は朝からキャッツアイとキャプテンパルサー座れればなと思ってましたけど、61番でキャプテンパルサー座れましたので、まあ、今日2回目の実戦になりますけど、早速行ってみたいと思います。2回目の実戦になりまして、前回は6000枚乗馬1匹ありましたよね。かなりいい思いもしてますし、ゲーム世界の機会でもありますので、まず朝一はそうですね、 1、2パー以内でのゲーム世界に期待したいですね。
ここは今日チャンス目。チャレンジゲーム2会場でなくてもこうやってチャンスゾーンでの当たりがあります。でカードンステージここは当てておきたいですね。472ゲーム激アツ来ましたね。474ゲーム投資750枚からキャプテンチャレンジ現在これで1回目ですね。エイティングになります。さあ行きます。750枚なら十分に1日でもチャンスはあります。あとはエイティ中どれだけゲーム数乗せれるかというのも大事ですけれども、やはり獲得メダルどれだけメダルを獲得できるかっていうのがむしろ大事かなと思います。結構、メダルの獲得枚数によってはしばらく終わらない AT になるという可能性も十分ありますので、ゲーム数を消化するまでに 2,30 枚のメダルの獲得できればそうですね。最終的に少なかったとしても1個でも色付きがあればというところですね。白のコインでは上乗せ確定ではないですけれども、色付きであればゲーム数の上乗せは約束されますので、色付きのコインが欲しいですね。ここはI'm sorry.
さあこれで再び20です。前陣終了後22ゲーム、今度はチャンスゾーンから、まあ、さっきもチャンスゾーンからですね。よかったです。クレジットが次のエンジンにつなげたというのは大きいです。まあ旗たり750枚、そこまで大きくはなりませんでしたけれども、まあ決して速くもない当たり、ただエンジン自体はこうやっていい感じで2回目の一気に迎えられていますから、ここはものにしたいですね。いきます。コイン獲得、もちろんエンジン中は非常に大事になりますけど、この後上乗せの突入に期待したいですね。ここは青コイン上乗せが確定です。
雨の日は元気よくなくたですね、カエルは。
一年に返したい。ゴールドラッシュ突入です。獲得ポイント今5枚ありますからね。残り13ゲーム。
った瞬間ですよね、これ。実践終了です、今日は6月1日抽選61番という、まあ、なんじゃない数字ではあるんですけれども、まあ、今日は朝から抽選が61番でキャッツアイかキャプテンパルサーどちらか行けたらなと思いつつ入場してキャプテンパルサー1台空いてましたので行きました。で、投資は750枚からの当たりでしたけれども結局交換がこちらですね。12回の AT を繰り返してトータルで5510枚という獲得枚数大きかったです。なので今日はキャプテンパルサー1台で収支の方がプラス4760枚という結果でした。いや、よかったですね。街道日記もこれで今日で4連勝、で108話、109話、110話、111話と、まあ、楽しい実践が続いてますので次は112話ですね。ここを5連勝目指していきたいですね。以上、シーサの街道日記第111話でした。